えー、まさかの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 、お誕生日おめでとうございます。遅れましたけど。前ね、たぶん、山さんに誕生日おめでとう動画を作ったと思うんですけれども、はい、かなり遅れましたけど。はい、というか、ま、今回のセミナー、ありがとうございます。まさか翔山さんが参戦するとは思わなかったです、はい。静岡からわざわざありがとうございます。はい 本当ね僕ね、庄山さんね、あのまあ、メールがなかったんで、大丈夫かなってちょっと思ってたんですけどね、この前、あのライブでもメールいただいて、生きてますということで、はい、またあの僕ねあの静岡も、静岡も全国セミナー回ってないので、もし静岡の時予定があれば、ぜひ庄山さんにも参戦していただきたいなと思います。静岡セミナー、まだ僕やってませんので、静岡でセミナーやる場合はですね、庄山先生にぜひ来ていただきたいなというところです。はい まあ,あとはですね今後そのんビジネスの話もですね何かできればなと思いますんであの静岡を回るときはちょっと声かけさせていただきますんでよろしくお願いします。で多分今回はそのブックメーカーの話に興味あるのかなもうそらくまあブックメーカーかなと思います。もう多分、まあ だいぶもうね、福山さん勉強されてるのでネットビジネスはもうあと,あとはやるだけっていうところななので、ブックメーカーカじゃないかなと思いますで今回のブックメーカーの話に関してはもうずっとその宮崎くんがずっとブックメーカーでずっと負けなしでずっと利益上げててでしかもブックメーカー、まあ、FX も全部そうですけどスマホで全部やってパパッてできて終了なんで。 翔、まあ、山さんにはいいんじゃないですかね。あとは翔、まあ、山さん情報コンテンツをこう扱いますので、ブックメーカーの情報を扱って、ブックメーカーも教えるってこともできるだろうし、うん、新しいその、えー、商品ラインナップが増えるんじゃないかなと、今回は覚えれば、うん。で、セミナーで全部ノウハウとかも話してくれる予定なんで、まあ、今回は多分おそらくその投資系の情報ってうさんくさいじゃないですか。で今回はガチなんで僕のの弟子の でしたしあのねまああの鍋ちゃんもそうなんですけど、うん、あの万が一まあそれはないですけども変なこと言ったらぶっ殺しますからね <laughs> まジで、うん、だからもう全力で、まあ、セミナーではこう話せということでもう全部出し切れっていうことでまあこうお話ししてもらうようにはしますけれども、うんはい、なのでぜひですねわざわざ静岡から 来るわけですから、まあ、ブックメーカーに関してはぜひ持ち帰って実践していただきたいなと思います。多分そんなに難しくないと思います。あとは多分心配なところだと思うんで、あとは100円とか200円とかでその少額金で一回ずっと運用して、あこれいけそうだなと思ったら運用資金増やせばいいだけだと思うんで、はい、まあ、そんな感じですね。はい、まあぜひですね、えー、久しぶりにお会いできるの楽しみにしています。はい、では当日はよろしくお願いいたします。